オーストリアの言語には、公用語で、リングはフランカのドイツ語、フォアールベルク州外部の使用方言である、バイエルンオーストリア語、フォアールベルク州の使用方言である、アルマン語、その他の少数言語が含まれる。ドイツ語は、国家公用語、リングは、フランカ、事実上の、第一言語で、高齢者以外のほとんどのオーストリア人が話すことが、できる。メディア、学校、 公式発表でも使われる。使われる様々なドイツ語は部分的にバイエルン・オーストリア語の影響を受けている。アレマン語はフォアール・ベルク州で話されている。フォアール・ベルク州ではタカチアレマン語が使われ、同じ方言のグループがスイス北部、フランスのアルザス南部で話されている。フォアール・ベルク州外部のほとんどのドイツ人とオーストリア人にとって、それは スイスドイツ語に似ており、文法と発音の違いが多いため、理解するのは非常に困難である。フォアールベルク州外部のオーストリアでの主要なネイティブ言語はバイエルン・オーストリア語である。地域ごとに違う多くの方言が話されている。首都ウィーンを含むオーストリア北東部では中央バイエルン方言が話され、南部では南バイエルン方言が話される。バイエルン・オーストリア語は 標準ドイツ語と大幅に異なり、違う地域のドイツ語話者が地元民の言葉を理解するのは難しい。公式な聖書法は存在しないが、特に死で発音から綴りを描写する文学的な努力が行われている。その他の単語は挨拶の文言として、グラヤ・スゴットとサーバス、サーバスのように標準ドイツ語がほとんど使われないオーストリア。 バイエルンの特定地域を訪れた時のみ聞くことができ、グッドバイの意味で、プフィアットディ、プフィアットアイクのように厳密に方言として示される。多くの少数言語がオーストリアで話され、一部は公的な地位を有する。トルコ語は少数言語で最多。ドイツの状況を反映して2.3%の人々に話されている。セルビア語は少数言語で2番目に多い。 2.2%の人々に話されている。ブルゲンラント・クロアチア語は、ブルゲンラント州の公用語で2.5%の人々に話されている。ブルゲンラント・クロアチア人は、1955年のオーストリア国家条約により少数派として認められ、特別な権利を享受している。ハンガリー語は、現在ではほとんど話されていないが、オーストリアとハンガリーの歴史的なつながりにより、 オーストリアにおいて伝統的に重要な立場を保持している。現在、ブルゲンラント州に1000人ほどの和社がいる。スロベニア語が話されているケルンテン州の地域。5%以上から30%以上までスロベニア語はケルンテン州で話されている。2001年の国勢調査では話し言葉として12,686人のオーストリア人に話され、 0.3%のオーストリア人がスロベニア語を話せるとの情報があった。ケルンテンスロベニア人は1955年のオーストリア国家条約により少数派として認められ、特別な権利とアファーマティブアクションを享受している。オーストリアは2001年6月28日に特定の州に関する以下の言語についてヨーロッパ地方言語、少数言語検証を批准した。 この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である CIA ワールドファクトブック時の文書本文を含む2006年度版サイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。